はい、今回は、芝野虎丸名人が、絶芸と、打った西局を紹介したいと思います。これは、西ですけどね、コミがどうなってるかちょっと分かりませんでした。黒がもしかしたら、7目半のコミらしいかもしれません。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。ここでね、よく手を抜くっていうのもあるんですよね。はい、こう割り込むとここをつけられて、これちょっと甘いですからね。こうなってしまうとちょっと甘いので、まあコスんで取る打ち方が、よくあります。はい、でこうやってしっかりいて、かけましたね。こうつけから上伸びなんですね。なるほど。はい、この時にここ挟んでったのもあれですね。なかなか AI らしい手ですね。この低く、構えたっていうのはちょっとなかなか気づかない手ですけど。これちなみにこれはこの主張はどうなんでしょうかね。これは、白がいいですね。白がいいので、こう割り込みそうなもんなんですけどね。人間ですと。ただこうやって、ここで入れました。こっちで入れるかね、ちょっと迷うところですけど、これと一応ここツケが残りますね。こうやって両がかりですか。これは狭間ついていくんじゃないでしょうかね。ああ、つけませんでしたね。こう狭間いくとまあこうなりそうですか。こういうような進行になって、こうなってもまずまずな感じがしますけどね、黒は。狭間う、うん、こうやって取るんですね。こういうあたりやっぱ独特ですよね。これでも取れてるかどうかちょっとわかんないですね。まだ、味がありそうな気がします。多分こっからまたね、手をつけてくると思うんですよね、白は。ここが全部地になったら、さすがに黒いいと思いますんで。ま、黒もね、すごい。この3つのどれかは、死んでもいいと思ってますね。どれか助かれば、元は取れそうですから。はい、ここから手をつけていきました。白も上手ですね。こうやればもう隅は生き、最低でも隅に手は生きは残りました。はい、ここでこう打って白もこれはもう取ったつもりですね。まあ、一応この形ですけど、ああ、こうやっておいてね。そうですね。まだ黒いい気がしますけどね。これで。コウになってね、黒が成功な気がしますけどね、コウ抜けて。ここで、こうやって、
そうですね。ここのポン抜きも魅力的ですもんね。ここを隅取るような手もあった気があったんですけど、まあそれでも解消するんでしょうね、白は。黒はね、これを、助け出しまして、うまくやってる気がするんですけどね。まあ、これは一応こちらから打てば取れてますよね。ああ、これはすごい頑張りましたね。こうやれば一応無事なんですけど、ちょっと寄せが、効くっていうようなところでしょうか。こういうような、こうやってこうつければ すべてこうやるとね、助け出す手が残りますね。というような感じがありまして、こうすべて取りに行きました。これもね、いい寄せですけど、はい、ここで投了となりましたね。これでは足りないと。まあなんか受ける、ちょっと後手になってしまいましたね。これだとこう伸びられて、これはもう、もう白が良くなってますか。これでね、黒も非常に頑張ってる気がしたんですけどね。いや、絶芸の形勢判断にはかないませんでしたね。いや、絶景が強すぎた、感じでした。じゃあこんなところで、終わりにしたいと思います。それでは、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。